峠の西側からの上り、都反射線終点、倉見峠は、福井県三方上中郡若狭町の国道27号上に、ある峠である。標高は120メートル。平成の大合併以前は、福井県三方郡若方町と、同県尾入郡上中町を分ける峠だった。また、峰南の内倉見峠伊東をに集地区、伊勢を若狭地区と呼称することもある。 両側に車線のほかと反車線も設けられている。峰南の幹線道路となっており、年間を通して交通量は多い。この峠を内放する区間は、連続雨量が220ミリに達すると通行止めになる異常気象時通行規制区間となっており、起点及び終点には交通遮断機が設けられている。また、土砂災害などを防ぐための防災工事が、 前後の区間を含めて継続的に行われており、ら見峠を含む区間は、第1期工事として1992年度から2004年度にかけて行われた。通行不可能な場合の主な迂回路は、北側にある国道162号となる。福井県の行政機関で故障される一例、農村地域の情報福井県農業試験状。災害に強い、道づくり。 町づくり近畿地区幹線道路協議改編 P14 国道27号倉見地区で第2期防災工事区間に着手近畿地方整備局福井河川国道事務所ありがとうございます